今日の宿に着きました。着きましたね。白浜の白ラソグランドホテル。よく覚えたねそう偉いそうだね。というわけで今からチェックインしていきます。はい、今から部屋に向かいます。ではでは白ラソグランドホテルの私たち今日泊まる部屋を紹介したいと思います。部屋がなんか2つあって、ここに小さい部屋があって、こっちにでかい部屋があって、その間にここにリビングルームじゃじゃーん。うわめちゃくちゃいいじゃん。うわめちゃくちゃ良くないお風呂に入ろうと思ったけどちょっと仕事しなきゃいけない。まずはちょっとミーティングが入ってしまって、今週ちょっと3日間旅に出るので、どこに行くかまだ秘密なんですけど、それのミーティングが今ちょっと入ってしまいまして。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。聞こえてます。ミーティングが終わりました。まあ面白い企画がまたできそうです。楽しみにしてください。まだ言わない。そうだね。ちょっと秘密にします。ぜひこのタイミングでチャンネル登録していただけると。そうだね。見逃さないと思いますので。というわけで今着替えました。はい。もう浴衣に着替えて、お風呂のものを準備して、今からさっぱりしていきますか。行きましょう。さよなら。さあゆっくりお風呂に入って、ちょっとラウンジで30分で仕事をして。今7時になったから何のご飯が出るか全く分かんない。写真とかも見てないから情報なしでいきます。梅酒の街だから梅酒の13種類があって、そこから3つを選んで飲み比べセット。何を選んだの？みかん、ブルーベリーと蜂蜜。めっちゃ酔っ払っちゃうよこれを右に開く。チャンチャンすごくない？品書きがあるけど読めませんお願いします。こちらでよろしいですか？わ、すごい。普通に量多くね。多い。はい。みかんの飯を。はい。ブルーベリー。はい。蜂蜜。はい、ありがとうございます。嬉しいかす。酔っ払っちゃうよこれ。はい。ブルーベリー。めっちゃブルーベリーの色もあるから。あ、ブルーベリー香り。まあ、ブルーベリー味あとは蜂蜜。甘くないさっぱりして、もう酔っ払ってたんだねそうでもこれがなんかできてるっぽい。これあれだっけ？牛乳とクリームの魚が入った鍋。めちゃくちゃうまそう。はい、ちょっと魚から食べたいと思います。うまっ。このだってスープめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。うん、ね。魚も美味しい。やっぱりこういう和風と洋風が混ぜて。出来上がってないから。油っぽい皮が出て。コラーゲンでしょ。プルプルだから肌がプルプルになるよ。いらん。ローストビーフか。ああ。ローストビーフでもない的なやつじゃない？的なやつ？もう本当にローストビーフも温かくない。ああ、冷たいローストビーフ。もう、うまい。焼きアワビできた。うん、おいしい。歯ごたえやば。うん、おいしい。フルーツとババロアだから。ババロアって何？これって分かってるよ。ムースみたいなちょっとホワホワしたババロア。ババロアって別に日本じゃないじゃん。パイナップル甘っ。おいしい。人の話聞いてる？うん。最後の一口。お腹いっぱい。満腹。満腹？満腹。満に腹。満腹。満腹。あ、布団引いてあるよー。脱いでるの？おやすみ。どういうこと？電気消して。消さないよ。まだ寝ないよ。まだ8時半だよ。大丈夫。何を言ってる？変なやつ。おはようございます。ます。めっちゃいい天気じゃん。はい。今朝ごはんを食べてちょっとビーチを楽しみたいと思います。11月なので散歩をするしかない。でもね、さっきね、朝ね、子供ね入ってたよ。中も入ればいいんじゃない？めっちゃ綺麗じゃない？そうでしょ。上からなんか部屋から見た感じで綺麗だなと思って。入ってってみて。入ってみないけど。押して、おお。なんで押すの？押してないよ。何をやってる？そういうこと押してない。背中をめっちゃ押したよ。で、おう。スポットみたいになってる。で、ここが三段壁というところなんだけど、どう見ても何が三段かわからない。何が三段かマジでわかんない。わかる人いたらコメントで教えてください。三段壁って何ですか？白浜の最後のスポットに着きました。なんとか島。円月島？島？わかんない。和歌山はここで以上になります。和歌山初めて来たけど、来る価値ありですね。この動画が面白かったなら、ぜひいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人、チャンネル登録のボタンを押してください。では、また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。